玉江タワーは中国甲州市、天額の高さ309.6メートル、71階建ての超高層ビル。金ミノルジと玉、高生路に面し、クリーンテクノロジーを使用したネオフューチャリズムの建築様式が採用されている。タワーの設計は、スキットモア・オーイングズ・メリルが行い、上海のジンマオタワーやドバイのブルジュ・ハリファなどの設計で有名な、 アメリカ人建築家、エイドリアン・スミスとゴードン・ギルが担当した。2006年9月8日に寄港し、2011年3月に完成した。オフィスとして使用され、主に中国タバコが占有している。玉江タワーのデザインは、環境への影響を最小限に抑えることに重点が置かれ、自然や建物が周囲から受ける力を利用してエネルギーを得ている。主な成果としては、 工学及び建築デザインのアプローチ全体において、その形状や機能が技術的に統合されたことが挙げられる。建物は、省エネルギーの考えに基づき設計され、風力原動機太陽光発電、上昇フロア換気設備、熱放射冷房天井などが含まれる。世界で最も環境に優しい建物の一つとされる。 玉江タワーは持続可能なデザインとして以下のことを達成している。2008年に高層ビル都市居住協議会が発表した報告によると、このビルの持続可能なデザインによって似たような一般の建物と比べエネルギーの58%を節約している。建物はカーボンニュートラルの状態であるといえ、ビルにマイクロタービンが備え付けられれば、 付近の地域へ電力を実際に供給することができる。しかし、広州の電力会社は、独立した施設がエネルギーを売ることを認めていない。この金銭的な理由により、マイクロタービンは、設計から外されたが、もし、これらが、ビルに追加されれば、使用する、電力量が減る勤務時間外には余分に、発電することができる。ありがとうございます。